皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記始めていきます。はい、今日ご紹介するおもちゃはこちらです。コトブキヤから発売のですね GA005 100分の1スケールフルアクションフィギュアジェノブレーカーになります。はい、それでは改めまして、今回ご紹介するのはですね、ゾイドですね。ガンダムではなくてですね、ゾイドのフィギュアになります。こちらですね、コトブキヤとタカラトミーのですね、協力のもと作られている100分の1のサイズのアクションフィギュアになります。この GA ですね、ZA と書いて GA と読むんですけれども、こちらはゾイドアグレッシブという意味になってまして、コトブキヤのですね、プラモデルである、HMM とですね、また違ったアプローチでですね、ゾイドを作るというですね、シリーズみたいですね。当時のですね、トミー、今の現タカラトミーなんですけれども、そのトミーの作っていた、プラモデル、電池で動くですね、稼働するプラモデルですね、当時の商品をですね、リスペクトしつつアクションフィギュアとしてですね、遊びやすくアレンジしたデザインで作っていくというですね、シリーズだそうです。箱から出すだけで楽しめるですね、手軽さを追求しているようです。これで、このジェノブレーカーで第5弾ですね。一番最初に、ムラサメライダー、そして2番目にハヤテライダー、そして3番目にですね、こちらですね、この無限ライガー、そして4番目がこのジェノブレーカーの一つ前になりますがブレードライガーで、このジェノブレーカーが第5弾目となります。はい、では箱をですね、ちょっと見ていきましょう。はい、ジェノブレーカーはですね、僕の一番好きなゾイドになります。かっこいいですよね。また普通のですね、ジノザウラーとまた違って赤く色も変わり、この大きなですね、Xブレーカーもついてマッシブさが増しているにもかかわらず、スピーディーに動けたりですね、してアクションも多くですね、とてもかっこいい機体ですよね。で、今回のこのフィギュアのギミックとしてですね、こちら頭部のですね、コックピット開閉、そして X ブレーカーの展開可能、フレキシブルにですね、稼働するということですね。で、さらにですね、やはりこれ重要ですね、尻尾のですね、開閉式冷却ユニットの展開、ジノザウラーのですね、荷電粒子砲を撃つ時の一連の動作ができますね。そして、15箇所以上ですね、稼働するということで、アンカーの設置ですとか荷電粒子砲の発射形態を再現することができるそうです。はい、あとですね、この稼働性能と耐久性を実現ということでですね、ジェノブレーカーですね、やはりゾイドの中でも人気のある機体になりますので、今までにですね、タカラトミーの当時のトミーのそのおもちゃとですね、コトブキヤのですね、HMM、そしてですね、あとはリボルテックですね、太陽堂のリボルテックと、そしてこれで4つ5つぐらいですね、立体化されて商品化されているんですけれども、それぞれにですね、特徴があってですね、いいかと思います。これもまた新たなジェノブレーカーゾイドのシリーズとしてですね、楽しみですね。では早速開けていきたいと思います。はい、それでは中身を取り出してみました。このような状態でですね、入っていました。中身は本体と、そして、これバックパックですね。それから、こちらが、スタンド用とですね、ジョイントと付け替え用のジョイントですね。で、説明書で、こちらですね、ブリスターにですね、挟み込みのですね、ブリスターの中にですね、この
針金でですね、しっかりくくりつけてあったので、中でですね、揺れてですね、何か壊れたりっていうことはですね、なさそうな感じで、しっかり慎重に梱包をされていました。では説明書を見ていきましょう。説明書こちらですね。はい。一面の白黒の説明書になっています。こんな感じです。はい、ではですね、バックパックをつけていきましょう。こちらのジョイントをこちらの受けにですね、はめます。よいしょ。ちょっとしっかりめに固定されてますね。きつい感じですね。ぐらつくことはなさそうです。はい、では本体がこのような感じです。ちょっと一瞬見てみましょう。ではですね、全体の塗装やですね、造形などを見ていきましょう。まず塗装についてですけれども、今回はほぼほぼ塗装はされていないですね。この大部分を占める赤いところもですね、全部成型色の赤になっていますし、このゾイドの特徴的なキャップもですね、全箇所この薄紫色で統一されています。色違いとかはないですね。で、隙間から見えるですね、こういうメカニックの部分などもですね、全部ガンメタリックの成型色で色分けされていますし、この黄色ですね、差し色の黄色い部分も、これも塗装ではなく色分けされたパーツがはめ込まれています。そしてこの目の部分ですね、ここもですね、クリアパーツの下にですね、これは銀メッキですかね、のパーツが埋め込まれていてですね、これすごく綺麗にできています。このような感じでですね、ほぼほぼ塗装されたところは全くといってないですね。全部色分けされた成型色のものになっています。でですね、シールとかも特にないですし、コーションマークやデカールもないですね。当時のトミー版ですとか HMM とかでしたら、ここら辺にですね、帝国軍のマークですとか、あの登場者のですね、レイブンのマーキングデカールとかもあったりするんですけれども、今回はそういったものはなく、コーションマークやシールとかもなくですね、シンプルな成型色のみのものになっています。じゃあ造形ですね、パッと見なんですけれども、このジェノブレーカーについてはですね、いろいろさっきも申し上げた通り、当時のトミー版のおもちゃですとか、あとはコトブキアのですね、まあ、いわゆるガンダムでいうマスターグレードのようなですね、プラモデルで、あとは海洋ドーンの、リボルテックですとか、いろいろですね、種類が出てアレンジされてですね、造形もあるんですけれども、この ZA のジェノブレーカーは当時のトミー版のですね、製品に一番近いんじゃないでしょうか。このシールドの形ですとか、このハサミの形とかですね、製品版によってはすごくアレンジされているものがあって、そのですね、リボールテックでしたり HMM でしたり、そのシリーズのですね、独特なアレンジがですね、出ていますけれども、やはりこの ZA 版はですね、当時の商品をリスペクトしているというだけのことはあってですね、一番それに近いんじゃないでしょうか。このアンカーですとか、足の形もですね、この足の武器についてもですね、すごく
当時のものに近いですね。このバックパックもそうですけれども、リボルデックのやつはちょっとここが小さくなったりしてましたけれども、 HMM はですね逆に大きくてですね、マッシブでごつい感じになってましたが、これは一番バランスが良くてですね、僕が当時好きだったジェノブレーカーに近いものがあります。若干ですねここら辺頭部がちっちゃいかなと、あとはこの家電粒子砲のですね発射口もちょっとシンプルかなというところはあるんですけれども、おおむねですね当時の商品に近いものがあります。はい、それでは続いて各部稼働を見ていきましょうとですね、これはもうこの GA はですね、この村雨じゃなかった、無限ライガーもなんですけれども、全体的に各稼働、各部ですね全部がですねすごくよく動きます。なのでですね一つ一つのポージングとかもですねちょっと立たせるのもですね難しく感じるぐらいですね各部がよく動きます。では、まず頭からいきましょうか。はい、頭ですね。頭はですねこのレーザーブレードがちゃんと前に展開することができます。これすごくですね尖っていて、先端の方はですね細くなっていますので、ちょっと遊んだりするときは破損に注意ですかね。当時のトミーの商品もですねちゃんとここ動いてましたし、海洋堂のリボルテックはですねちょっとここは動かなかったですね。なので僕はリボルテック買った時はですねここをちょっと分離してですねちょっと加工をつけて、動けるようにしたんですけれども、今回のこの GA ではちゃんと全部動くようになっています。さらに後ろのこのトサカの部分もこのように動かすことができますので、家電粒子砲形態の時のですね垂直、まっすぐにですねするような動きもちゃんとできます。あとはちゃんと口も目いっぱい開くこともできますし、この家電粒子砲の銃口だけで動かすこともできます。あと首のところはここがボールジョイントになっていますので自由に動かすことができます。ここですね、あと後ろのトサカをですね前に上げることでかなり自由に動けます。この状態だとそんなに動かないんですけれども、ここ上げることでさらに動きます。はい、あとはですね、この首の部分はちゃんとここのところが動きます。なのでこの前の部分を上げることでかなり前に倒すこともできます。こんな感じですね。で次胸のあたりはコックピットがハッチがちゃんと、開くようになっているんですけれども、ちょっと引っ掛ける部分がないので開けるのが難しいです。このように座席シートが装形されています。はい、ここだけでですね稼働させることもできます。次に腕ですね。腕はここ根元がですねこのようにボールジョイントになっていますし、ここが二重ヒンジになっていますので引き出したりすることができます。かなり自由があります。個体差だとは思うんですけれども、僕のはちょっと左腕のボールジョイント、根元のボールジョイントがちょっと抜けやすくなっています。はい、あとはここを縦ロールが入ってます。手の先の方は爪が上のこの2本だけがスイングします。下の方はですねこの根元とこっちですね造形が一つになっているので
下の方を動かすことはできません。リボルテックのですね方はここからアンカーが伸びて爪が飛ばすことができるんですけれども、これはそういったギミックはないです。で次にですね、ここですね、腹部、真ん中もですね、ここは動くようになっています。はい、足ですね、太ももがですね、付け根からこのように、ボールジョイントと利き足のですね、ヒンジがついています。これも自由に前後も横もですね動かすことができます。そしてこのサイドの武器もですね展開することもできますし、ここで接続部で動かすこともできます。膝から下はですね、ちょっとこれを外しましょうか。膝から下の可動はこのように動くことができます。ここですね、さらにここが動きます。かなり伸びたり縮んだりできます。はい、あとはこのスラスターのカバーを展開しますし、アンカーはちゃんと設置できるようになっています。爪先というか爪、足、前足ですか、ね、足の前の部分もこのように動きます。爪は全部くっついているので別々に稼働するということはないです。はい、ではこちらですね、バックパックはこのダクトが4本動きます。よいしょ、ここがスイングするのでつけたままこのように稼働することができます。アームの方は、しっかりとしたジョイントでくっついてますのでフレキシブルにカッチリとしてますし、ここで回転させることもできます。なので前に出したり水平の位置にしたりすることもできます。もちろんハサミはちゃんと展開できます。このようにすることができます。尻尾ですね、尻尾はここがちゃんと開きます。そしてこの冷却装置もですね、根元から全部バリバリ開かせることができますので、このように過電流子砲発射形態ちゃんとですね展開することができます。で、可動はちゃんとこのタップのところで動かせることができますし、ここから各部上下の上方向への動かしができますので、尻尾だけでもですねかなり表情付けができます。かなり動きます。可動はこんな感じでですね、全体が全身がですねくまなく動きますので、まあ、ちょっとこうやって見る方だけがですね外れやすいんですけれども、かなり動かすことができます。それでは続きまして、大きさ比較をしていきましょう。今回のですねこのGA シリーズは全て100分の1のスケールになっていますので、こちらの無限ライダーも100分の1ですね。
同スケールになってますので、こんな感じですね。同じですね、ことぶき屋から出ている HMM というですね、プラモデルの製品は72分の1というスケールになってますね。もうちょっと大きいんですけれども、こちらは100分の1で統一されているシリーズになっていますので、ですね、まあ、箱から出してすぐ遊ぶにはですね、ちょうどいい大きさなのかもしれないですね。ではですね、同じ100分の1ということでですね、ちょっと正確な100分の1ではないんですけれども、こちらがガンダムのですね、バンダイのメタルビルドアストレイレッドフレームですね。こちらがおおよそ100分の1ぐらいの大きさですので、並べるとこんな感じのスケール感ですね。ちょっと立たせにくいんですけれども、よいしょ、こんな感じでしょうか。並べてみるとこんな感じですね。こういう感じです。ガンダムの方がもちろん背は高いんですけれども、ボリュームとしてはですね、そんなにすごく差が変わるということはなさそうですね。このままガンダムと戦わせてみてもちょうどいい大きさなんじゃないでしょうか。どうでしょうか。では一通りですね、造形ですとか塗装などを見ていきましたので、いつものようにアクションをつけて遊んでいきたいと思います。はい、それでは皆様いかがでしたでしょうか。いろいろですね、アクションをつけて遊んでみました。今回ですね、ご紹介したのはことぶき屋から発売されました100分の1のですね、スケールのゾイドのアクションフィギュア GA005 のジェノブレーカーになります。このですね、 GA シリーズの、第5弾目ということで、僕のですね、一番好きな、ゾイドであるジェノブレーカーが発売されてですね、すごく嬉しいですね。すごくこのジェノブレーカー、予告が出てからですね、発売されるまで楽しみになっていました。造形はですね、かなり僕の好みなですね、当時のタカラトミー版のものに近くですね、それを100分の1のスケールにですね、ちっちゃくしたようなものになっていますね。稼働はですね、十分というほどですね、動きまくりまして、ちょっとですね、逆にポージングをさせるのが難しいと思うぐらいですね、よく動きます。でですね、その、よく動く反面、ちょっと心配なのは、各部がボールジョイントでしたりとか、ヒンジになってますので、ちょっといろいろ遊んでですね、年数が経った後ですね、ちょっと、
ゆるゆるになってしまうんじゃないかっていうところがちょっと心配されるところですね。足とかですね、足の付け根ですとか、腕の付け根とかですね、全体的にちょっと 1,2 段階でもクリックがついてたらですね、ちょっとそういう心配はないんですけれども、大まかなところですね、ボールジョイントであったり普通のジョイントだったりしますので、経年劣化によってですね、ちょっと緩くなってしまうのがですね、ちょっとこれから先心配になります。造形やですね、稼働に関してはすごく満足していますし、何か残念な部分っていうのはそんなにないですね。ちょっとここの顔つきがちょっとちっちゃいかなと思うぐらいでですね、あとはありません。塗装に関してもですね、変に塗装するよりかはですね、こういった成型色の方がですね、僕は好きですね。あとはですね、そのモールドですとかそういったところはシンプルでいいんですけれども、シールとかですね、帝国軍のマーキングだったりとか交渉マークとかっていうのがあれば、ちょっとですね、当時の雰囲気も出てですね、良かったのかなとはも思いますが、なくて残念だっていうところではないですね。すごくこの状態でも大変満足しています。このですね、無限ライガーですねが、これが第3弾で、この次にブレードライガーがありまして、この第5弾でジェノブレーカーになっています。もうシリーズも5弾目となっていますので、これから先ですね、ますますいろいろシリーズが出てくるのをですね、楽しみな思いになっています。この次は何が出るんですかね、多分、ライガーゼロシリーズになっていくのか。僕としてはですね、シールドライガーが好きなので、シールドライガーも、もしくはですね、セーバータイガーとか、ああいうですね、いわゆるゾイドな感じですね、新しいものではなく、ちょっと往年のゾイドが出てくれればですね、嬉しいなと思っています。はい、今回ですね、ご紹介したのはこのことぶき屋から発売されました、100分の1のアクションフィギュア ZA005 のジェノブレーカーになりました。皆さんいかがでしたでしょうか。ではですね、以上、本日はこれまでとなりますので、何かご意見ご感想ありましたら、ぜひですね、コメント欄にご記入ください。ぜひですね、チャンネル登録もお待ちしております。はい、では黒でした。本日はご視聴ありがとうございました。それではさようなら、バイバーイ。